ขณะนี้เวลาประมาณ3นาทีจะได้เวลาของรถออกจากสถานีではでは、長旅お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあよーじゃあよー。うまいうまいな、うまいうまい。ヒミカのカクテルじゃないみたいな、牛乳みたいな。え、ミヤコラータいうやつ、何入ってるか分かってないけど、前一回飲んで美味しかったから。どんな味？パイナップル、ココナッツ、ココナッツ。何の？美味しいよね。あれやな、カルアミルクみたいな。そんな感じ。みんな大好きでございます。わざわざここまで来ようって思う人少ないと思う。まあ、ゆいからも。そう、あのね、仙台今回の旅の目的はマッサージもなんですけど、あのそもそもすごい気になるお茶畑がありまして、でそこに行こうと思うと、まあ、車で仙台空港からだいたい2時間ぐらいかな、もうちょっと2時間ちょっとぐらいかかるもん、山奥に行こうっていうので、あの、まあ、ちょっと予定してたんですけど、現地の私のいとこにそれ言ったら、え、もっといい茶畑あるよって教えてくれて、でそこはこっから、1時間ぐらいなので、まあ、そこに、まあ、この2日後ぐらいにちょっと行こうと思ってるので、そちらの動画も合わせていきたいと思います。チェックはい、ではではディナー紹介していきたいと思います。こちらがタイの、チャーハン、シーフードチャーハンで、これが私の大好物な春雨サラダです。パクチー抜いてって言ったけど入ってるね、でこれが、まあ、これはね、ピザちょっと食べたいねって言ってピザにしました。一旦こちらの豪華3品でございます。よいしょ、景色はこんな感じです。よいしょ、油いっぱいあるやん。
あ、待って、ドラゴンフルーツあるやん。私たちはチェンマイの山奥にあるリスロッジと呼ばれる宿泊施設にやってきました。チェンマイに来たかった本当の理由がこのリスロッジにたくさんたくさんありました。ホテルの支配人の方がここリス村のことを案内してくれました。村ではほとんどの人が自給自足の生活をしています。リス村ならではの風習もたくさんあり、私は人生初めて 40% というアルコール度数のコーンでできたウイスキーをこちらで飲んでみました。ちょっとね、料理の紹介の前にね、先ほどの、はい、さっきのね、いや、一言で言うと、奥深すぎてあんま言葉に表現できないんですけど、一番思ったのはこんなもう辺鄙なところでこうやって自分たちの村の良さとか伝統とかなんかそういうのを伝えていこうとしてる、その彼女の姿勢にすごい惹かれたんですけど、ね、日本にいるとやっぱ全然感じないわけですよ。この電気が通ってるとか水が通ってるとか、スーパーに行ったら野菜が売ってるとか、まあ、当たり前やから、それがそう当たり前やけど、もうここじゃそれが当たり前じゃないから卵生まれるか分かれへんしとかでも見て、そんな私たちのためにこうやってこうね、畑で採れた野菜とかでこうやって炒め物作ってくれたりとか、鶏あげてくれたりとか、こうやってご飯があるのもなんかすごい当たり前じゃないなっていうのをすごい感じました。私たちね、日本から来ましたけど、結構外国人の方もここを見つけて来はるらしくて、たまたまね2人やったけど、やっぱ私たちがここに来た意味っていうのがなんかしっかりあったんじゃないかなって思って、伝えたいってめっちゃ思いました私もお母さんがねタイ人なんで、ただ私のお母さんの場合はもうちょっとこんな田舎じゃないんで、故郷帰っても全然まだまだ住みやすいところだったので、25になって初めてタイのこんな秘境に来て感じさせてもらえたことは、食とかなんかそういう生きていることに対してのありがたさをすごい感じたので、この動画見てくれてはる人たちにも、まあ私のこういう拙い日本語と、まあ、表現ではあるんですけど、何か感じ取ってもらえればなという感じですね。じゃあちょっと長くなりそうなんで一旦ご飯食べましょうか。はい、じゃあ手回しましょう。いただきます。はい、何かの好きな
おはようございますさあ最終日でございますけども、はい、朝ごはんを食べていきたいと思います。コーヒーの話しちゃう。コーヒーですこれは。ああ、うまっ。紹介しようか。紹介。はい、まずはこれはココナッツジュースです。ね、朝から搾りたてのココナッツジュースに牛乳でコーヒードリンク3つもありますで、美味しいですか？はい、美味しい、うん、で、はい、ヨーグルトと、はい、フルーツサラダとグラノーラ、オーガニックグラノーラで、パン持ってきて。で、パンなんだけど、誰がかじったのっていうね、パンね。はい、で、ジャムがついてます。で、お外はですね、こんな感じです。いただきますだけちょっとしてください。せーの、いただきます。I still remember your number. Can say those digits by heart. With that first drink of the summer, I think.